余裕の米倉涼子48がフリーランスの天才外科医、大門未知子を演じるテレビ朝日系ドラマ、ドクター x が初めて映画化されることが18日、分かった、劇場版ドクター x として12月6日に公開される。 鮮やかな手術の腕前と決め台詞の私、失敗しないのでが象徴する痛快なキャラクターで2012年から21年の第7シリーズまで人気を集めた国民的医療ドラマの集大成となる劇場版。米倉が大門道子は切っても切れない米倉良子の一部。 大きな画面でドクター X を見てもらいたいと熱望して映画化が実現した、私、失敗しないので、というまでの展開と、いう瞬間にも注目していただけると嬉しいですと力を込めた。劇場版では、ミステリアスなダイモンの誕生の秘密が明かされ、史上最悪の危機に挑む。ヨネクラは、共演者の皆さんとは家族のように尊重。 尊敬し合うことができ、皆さんのおかげでここまで来られたと思いますと周囲に感謝、私たちの12年の思いがこもった作品になっていると思います。ぜひ劇場でご覧くださいとファンに呼びかけた。麻酔科医、城之内ひろ美役の内田幸48は、ひろ美という役は私にとってかけがえのない軸となっており、劇場版ということで感無量ですと映画化に大喜び。 大学病院の元院長、昼間茂活役の西田敏行、76、も、ドクター X 再集結ということで、懐かしいと同時にまた昼間を演じられる喜びが蘇ってきました。さらに田中圭、39、今田美桜、27、勝村正信、60、鈴木康介、49、遠藤健一、62、岸部和則、77、ら、おなじみのメンバーが集結した。 撮影は昨年9から10月と今年3から4月に行われ、現在は編集作業中だ。キャスト同様に制作スタッフも脚本の中園美穂氏64、監督のテレビ朝日田村直美氏53も続投する。内山聖子エグゼクティブプロデューサー59は、権力を嫌い、忖度忖度を嫌い、趣味、手術、特技、手術という職人の痛快な物語。 感謝を込めて笑いと涙をお約束します。大門未知子は映画でも失敗しないのでとコメントを寄せた。ゼロ、ドクター X はドラマの誕生から12年。映画化決定を記念して X プロジェクトが始動した。その第1弾として8月27、28日に東京 EX シアター六本木で、ドクター X ファン感謝祭、お前さん公演、開催。米倉、内田。 勝村、鈴木、遠藤、岸辺らドクター X ファミリーが登場する。チケットは S 席1階税込9900円、A 席2階同8800円で、いずれも来場者特典付き。